山形にはすごく美味しいと評判のつや姫がありました。そのままでもとっても美味しいつや姫ですが、米粉になるとケーキやパンに変身し違った美味しさになれるのです。とあるつや姫は可愛いロールケーキになりたくて山形が豆腐レーズンへやってきました。ここからこのつや姫が米粉になる一歩を踏み出します。まずつや姫が通されたのはお水のお部屋です。もちもちになるためにお水のプールで泳ぎます。その後石臼さんに出会います。石臼さんはもちもちになったつや姫をサラサラの粉に変身させてくれました。石臼さんに米粉にしてもらったつや姫はガトーフレーズのパティシエに頼みます。お願いします、私をロールケーキにしてください。パティシエさんはにっこりうなずきました。そして考えました。何味のクリームがいいかな。そこにやってきたのが仲良しのいちごとミルク。私たちつや姫ちゃんと仲良しになりたいです。パティシエは愛情を込めていちごミルククリームを包んだロールケーキを作りました。夢が叶ったつや姫は大喜び。可愛らしくて美味しい米粉萌えロールができました。山形にはすごく美味しいと評判のつや姫がありました。そのままでもとっても美味しいつや姫ですが、米粉になるとケーキやパンに変身し違った美味しさになれるのです。とあるつや姫は可愛いロールケーキになりたくて山形が豆腐レースやってきました。ここからこのつや姫が米粉になる一歩を踏み出します。まずつや姫が通されたのはお水のお部屋です。もちもちになるためにお水のプールで泳ぎます。その後石臼さんに出会います。石臼さんはもちもちになったつや姫をサラサラの粉に変身させてくれました。石臼さんに米粉にしてもらったつや姫はガトーフレーズのパティシエに頼みます。お願いします、私をロールケーキにしてください。パティシエさんはにっこりうなずきました。そして考えました。何味のクリームがいいかな。そこにやってきたのが仲良しのいちごとミルク。私たちつや姫ちゃんと仲良しになりたいです。パティシエは愛情を込めていちごミルククリームを包んだロールケーキを作りました。夢が叶ったつや姫は大喜び。可愛らしくて美味しい米粉萌えロールができました。山形にはすごく美味しいと評判のつや姫がおりました。そのままでもとっても美味しいつや姫ですが、米粉になるとケーキやパンに変身し違った美味しさになれるのです。とあるつや姫は可愛いロールケーキになりたくて山形ガトーフレーズへやってきました。ここからこのつや姫が米粉になる一歩を踏み出します。まずつや姫が通されたのはお水のお部屋です。もちもちになるためにお水のプールで泳ぎます。その後石臼さんに出会います。石臼さんはもちもちになったつや姫をサラサラの粉に変身させてくれました。石臼さんに米粉にしてもらったつや姫はガトーフレーズのパティシエに頼みます。お願いします、私をロールケーキにしてください。パティシエさんはにっこりうなずきました。そして考えました。何味のクリームがいいかな。そこにやってきたのが仲良しのいちごとミルク。私たちつや姫ちゃんと仲良しになりたいです。パティシエは愛情を込めていちごミルククリームを包んだロールケーキを作りました。夢が叶ったつや姫は大喜び。可愛らしくて美味しい米粉萌えロールができました。山形にはすごく美味しいと評判のつや姫がおりました。そのままでもとっても美味しいつや姫ですが、米粉になるとケーキやパンに変身し違った美味しさになれるのです。とあるつや姫は可愛いロールケーキになりたくて山形ガトーフレーズへやってきました。ここからこのつや姫が米粉になる一歩を踏み出します。まず
つや姫が通されたのはお水のお部屋です。もちもちになるためにお水のプールで泳ぎます。その後石臼さんに出会います。石臼さんはもちもちになったつや姫をサラサラの粉に変身させてくれました。石臼さんに米粉にしてもらったつや姫はガトーフレーズのパティシエに頼みます。お願いします、私をロールケーキにしてください。パティシエさんはにっこりうなずきました。そして考えました。何味のクリームがいいかな。そこにやってきたのが仲良しのいちごとミルク。私たちつや姫ちゃんと仲良しになりたいです。パティシエは愛情を込めていちごミルククリームを包んだロールケーキを作りました。夢が叶ったつや姫は大喜び。可愛らしくて美味しい米粉萌えロールができました。